ビゲームに出てくるところみたい。わし、みのさん、こっちこっち。そのっちはしゃいじゃって。最初は銀ご希望のアスレチックコースね。おお、勇者ならさ、遊び場のアトラクションくらい全クリしなくちゃね。全クリ？栗の一種かしら。それはひょっとしてギャグで言っているのか。まあ歩く栗とかはいないと思うけどね。うん？はあ、これぞ遠足って感じだよ。運動の後の方がお弁当も美味しいよね。お？なんだかその子らしからぬ発言だな。確かに、いつものそのっちならすぐさまお弁当を食べてお昼寝に移行しようとするはず。えへへ、昔の私ならそうだったかもしれないけど、今は一味違うよ。甘口じゃなくてビターな私だよ。よく言ったその子、それでこそ男だ。先に行くわよ、キン。あ、突っ込まずに行くとは。待て、スミ。ねえねえ、どこがスタート？どこから行く？まあ待て、その子、これはなかなかの難易度だぞ。ゲーム的に言うと2-3くらいはあるぞ。 2-3？ 高名な忍者か飛び職の方のお名前かしら。わっ、それって結構難しそう。大丈夫、落ち着いてやりゃできる。うん、頑張ってみるよ。ねえ、なんで無視するの？へへ、さっきのお返しだよ。行くぞその子、スミ、突撃だ。あー、ちょ、待って、もうやっぱりカタカナのつくものはどうも苦手だわ。そのっち、吊り橋は端によってはダメよ。真ん中をさっと通り抜けるの。そんなこと言ったって揺れが止まらないよ。へっへ、お先。どうしたその子、最初の張り切り具合は？そのっち頑張って。わっ、あっ、あっ、あっ、なんでこんなに揺れるの？頑張れ頑張れ、 You can do it。 ほーらその子、あんようが上手。バカにされてる気がするよ。いいえそのっち、銀の言うことは案外的を射ているわ。両手で綱を握って一歩一歩丁寧に。もし、うん、頑張ってみる。あんようが上手、あんようが上手。もうちょっと、もう少しでゴール。よく頑張りました。うん、次は並んでゴールできるようになるよ。何してんだスミ。仲良くしてるから私もと思って。犬かお前は。きっとワッシーもミノさんに頭撫でられたいんだよ。うまいもんねミノさん。なんだ、甘えん坊さんか。よしよし。って本当にワンコかスミは。うー、やつめ、うりうり。あー、ミノさん、私も私も。わっはっは、そうかそうか、こりゃ両手に花だな。銀、なんだかおじさん臭いわ。はあ、
無事にコースもクリアできたし、待ちに待ったお弁当だよ。そうね、時間もちょうどいいし、お昼にしましょうか。銀、ご座開き方、簡易お座敷用意。レジャーシートな。およ、隅の分厚いしおりの指示通り持ってきてるよっと。これは遠足のお弁当の時に敷く。私、お友達と一緒に座るの初めてだよ。へへ、その子、ダイブしたっていいんだぜ。いいの？やったー！あー、シート越しに芝生のザラザラした感触が伝わってくるよ。なんか、普段はおとなしい犬がテンションマックスで尻尾フリフリしてるように見えてきた。奇遇ね、私もそう思っていたところよ。それじゃ、青空の下で昼飯といきますか。ちょっと張り切って作りすぎちゃって。よかったら二人も食べて。おお、運動会の時みたい。っていうか、おせちだな、もう。はあ、やっぱりワッシーお料理上手だね。じゃあ遠慮なくいただきます。どうかしら。大丈夫？口に合わなかった？口いっぱいに含んでて喋れないみたいだけど、恍惚の表情で泣きながら食べてるからうまいんだろう。ほやほやの夫婦か。私にもちょうだい。うまっ。銀の口にも合ってよかったわ。おお、マジでうまい。あ、いや、スミはいいお嫁さんになるな。さっきからおじさん臭いわよ、銀。でも本当に美味しいよ。私でも作れるかな。そんなに難しくないから、とその地でも作れるわ。本当？じゃあまたワッシーに教えてもらいたいな。え、もちろん。お、いいね。じゃあ帰ったらまた罪のお料理教室開こうか。